桂キャンパス京都大学大学院工学研究科は京都大学大学院に設置される研究科の一つである。また京都大学工学部は京都大学に設置される学部の一つである。京都帝国大学設立時に最初に設置された文化大学である理工科大学を前身として1919年の学部制への改組により工学部となった。 工学分野のほとんどを網羅した京都大学最大の学部研究科である。学部は吉田キャンパス、研究科は桂ラキャンパスに所在するが、付属施設の一部は宇治キャンパスにも所在する。また、付属研究所に属する研究室など、一部の研究室は吉田キャンパス、桂ラキャンパス、宇治キャンパス以外の拠点にも所在する。 本部校内総合研究14号館1897年6月に京都帝国大学が創設され文化大学の一つとして同年9月に理工科大学が開校した創設時の計画では1898年にまず法科大学から設置する予定であったが校科志望者の急増により1年前倒しという形で創設と同年の1897年に 理工科大学が設置されることになった。創設時は土木工学と機械工学の二学科であり、翌1898年に電気工学、最高野金学、製造科学の三学科が開設されて、現在の工学部のおおよその骨格が出来上がった。1914年7月に理工科大学が理科大学と工科大学に分離され、 さらに1919 19年2月に文化大学生が学部生に改められ、工科大学が工学部となった。1920年には建築学科が設置された。創設以来、それぞれの時代の学問的、社会的要請に応えるべく階層拡充が進み、多くの学科が誕生したが、1993年から1996年、 までの4年計画で実施された大学院重点化に伴う工学部の改組により現在の6学科体制となった。一方、大学院に関しては1953年4月に新生大学院が正式に設置された。大学院重点化を契機として25選考に再編成されたが既存の研究科の改組や 新しい研究家の創設によりいくつかの専攻が、それらの創設に参画して移行するなどしたため、現在は17専攻となっている。2003年10月にカツキャンパスの使用が開始され、順次移転している。工学部大学院重点化に伴い、従来23あった学科が6つの大学科に再編された。工学研究科付属施設歴代理工科大学長は、以下の通り、 歴代工科大学長、工学部長、工学研究科長は以下の通り、工学部、工学研究科の同窓会には下記の組織、団体がある。ありがとうございます。